1年間だけじゃなくて20年後までもどんどん安くなっていくっていうのが一番魅力的でした。ループ電機は下がり続ける電気代再エネどんどん割を北海道にてリリースしました。基本料金は永久に0円、再生可能エネルギーを有効利用することで電気代を下げ続ける日本初のサービスです。初年度だけでも15,000円違う、20年後で大体も40万違う。いろんなところに電話しなきゃいけないと思ってたのですごく面倒くさいなと思ってたんですけど、検診票とスマホ1台で5分で手続きが完了するってことだったのですごくいいなって思いました。ループ電機は20万件以上の方にご契約いただいています。この北海道をスタートに再エネどんどん割を多くの方にご利用いただければと思います。